はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は対抗列車5明智光秀物語の続きをやっていきたいと思います。まあ、ここまでお金集め、まあ主に交易品の売買と、あとはまあもちろん動作のね、指示に従った行動をしてきたんですけども、今回はまあそれらを引き続き行いつつ、どっかの道場にね、入門できればいいかなというふうに思っています。ではまず軍資金調達の動作の命令に従って、いつものように交易品を売りさばいて金を獲得しましょう。で、3000貫を4000貫に増やせという命令なので、まあ、今の時点でもね、もちろんお金は十分あるんですけど、まあ、お金はいくらあっても全く困らないので、とりあえず金を集めていきます。ただね、この交易金の主な売買ポイントになっている京都と大港の町の間は野党がねとにかく多い場所なんで、野党狩りをしながらですね、まあ、ただ野党を飼ったところで全然美味しくないんでね、まあ、ここはサクッと野党を片付けちゃいます。はい、そしたらね、野党狩りをして行商人が来ているので、茶碗かいくらかな、400貫断る。武器武具だったらちょっと買ってもいいかなと思うんですけどね。ではザで売りさばきましょう。まあ、お金の稼ぎは今進めてるやり方でひたすらに集めていけばいいんですけど、どうやって入門するかですよね。結構この入門がねハードル高いですよね。そしたら一度商家に入って何か良さげなものがあれば買っときたい。特に刀剣、福岡一文字買っとこう。いや、これはどうでもよかった。しかもこんなところで当たりを出しても。あとは槍刀剣、具足もね、もういいもの持ってますからね。ただ結局のところ親密になるのに必要なので、まああまり必要ないですけど買っておきましょう。そしたら京賀の町に入って、ここで道場に出入りして中上流に入りましょう。まあ、戸田制限と手合わせを繰り返し親密度を上げて入門する。これをねちょっと第一目標にしていきましょうか。ではここからこれを繰り返していきます。やられる、危ない。奇跡的なかわしだ。ほんと奇跡的なかわしだったな。あと一撃、ここはヒギを使って仕留める。連続斬り、かわせまい。この連続斬りは何？残った、切られる。強すぎる。一撃でやられたか。やるな、さすがよ。そしたら一度家に帰りましょう。いやー、やれると思ったんだけどな。さすがだな。まあ、とりあえず軍資金を納めて休みましょう。勝ちを確信したんだけどね。
油断もしてなかったつもりなんですけど、一撃死しましたね。では体力回復まで一旦休みましょう。再び戸田制限に挑む。あと金庫に金も入れておく。実は裏で戸田制限は一度倒してるんですけど、結局親密度を上げないと入門できないので、何度も挑む必要があるんですけどね。とりあえず武芸指示を今回は仰いでおく。これで当て身獲得しましたね。でもう何もしない状態で獲得できる秘技はレベル4まで来てるので、こっから先はもうやっぱり道場に入門する以外に道はない。では自宅に帰って表情まで時間を潰します。高孫孫、三国同盟の話が来てますね。では登場していきます。さて、そしたらいつものように方針に意見を行って、これで、うわー、これが愛になっちゃったら微妙だな。一度徴兵しておく。まあ、結局徴兵って言ってもやること同じなんですけどね。大港に入り、交易金を買って京都に移動。紅花、いやー、どうしようかな。どうにしとこうかな。銅を買って、京都で売りさばくのがいいかな。いつも紅花にしていることが多いんですけど、今紅花結構余っちゃってるんで、銅を堺で売りさばくパターンでいきますか。本当は京都の方が近いんでいいんですけどね。よっしゃー、お渡り。では堺に移動していきます。野党が出なければすんなりいける。 OK だ。じゃあここで売りさばきます。2568、あんまり大した金儲けにはならなかったかな。でここはそうだな、せっかく堺に来てるので利休に会っていきましょう。で体力持つ。いや、茶小屋ってさ、体力を使う意味がちょっとよくわからないけどね。宇治安と乗馬さんの話ですね。あと26日か。そしたら一度京賀の町に移動して、
宿屋で体力回復。その後、道場破りだ。今度こそ制限を打ち取る。見切った。ここで秘技を使い仕留める。もらっただ。よし、これで親密度をちょこちょこ上げていきましょう。親密度がどうなったかだな。1個半、もうこれ入門できるんじゃないか。入門する。何、まだ入門させてくれない。では再び制限を仕留める。まず一発目当てられればね、もうさっきのパターンで勝利がほぼ確定するんですけど、制限の動きも難解な場合が多いんで、仕留める。これは仕留めるパターンだ。ワンパターンだな、制限。仕留めさせてもらおう。防御したところで。何？防御力が高い。これはもう一度秘技を連発するしかない。よし、これで入門させてくれるだろう。入門させておくれ。よし、これでまず中上流に入門できましたね。やった、ありがたい。が、一度城に戻って徴兵を行って動作に報告しましょう。では連兵場に行きます。徴兵。何、20日もかかる。しまった、これは道さんに叱られるパターンだ。いやー、やらかした。これは怒られるパターンだな。これは毛利の話ですかね。それとも末春高の話か。末の話でしたね。いやー、これは叱られるパターンだな。下がるぞ。70にも下がった。ここまで貯めてきたのに。まあ、ここで取り返した形かな。表情まで48日。であれば、制限のもとに行き、武芸を学ぼう。まずは武芸指示、いや、秘技を教わる。何度制限を打ち倒してきたことか。ここでも制限をいつものパターンで決められればいいんですけどね。何、制限のこの動き、秘技を使ってくる可能性があるからな。秘技使ってきた。これで一気に危なくなるぞ。まずは一方的に切れる状態を作らなきゃいけないので。まずい、やられる。大丈夫だ。一度距離を取りましょう。危険すぎる。
かったな、制限。このパターンは勝利のパターンだ。非連続斬り。よし、これで切り落とし。再び秘技を教わる。だはダメだと言われた。そしたら剣豪の噂を聞いておきたかったけど、ん？塚原が鹿島にいるか。ちょっと鹿島に行くのは遠いよな。あとはね、大社流取得したいんですけど、あれどこだったかな、なんか九州とかあっちの方だったと思うんですけど、だいぶ遠いので、そしたら表情まで時間がせっかくあるので、井の口の町に入って、ここで鉄砲指示を受けておきます。これ30日とかかかるからね。くは、何も取得できずか。では戻ります。で体力を回復して、また表情に備えましょう。よし、ここは無難に兵糧購入。いやー、徴兵だな、さっき失敗してるからな。では連兵場に行って、もう忘れないうちに先に徴兵します。説得。500人か、やらかしたな。500人か。しょうがない。殿に報告せねばなら。で、40日残ってるでしょ？となれば、制限。制限のもとに行き、再び、秘技を教わろう。飛び道具が欲しいからな。離れたところからでも剣圧で攻撃できる秘技を手に入れるまで、制限のもとに通い詰めましょう。師である制限を撃つ。で、鉄砲もね、ちょっとちゃんと勉強はしていきたい。何やられる、これはやられるぞ。ぐはまずいパターンだ。殺される。ここで一度回復しとくべきだった。よし、ここで一度回復を図ろう。仕切り直しだ。まずい、切られる。やられた。すげえ。一撃の威力が強すぎる制限。が、何度でもトライさせてもらうぞ。よし、このパターンは勝利のパターン。切って捨てる。よし、いらねえ、いらなすぎる。
さて、そしたら寝頃に行って鉄砲の指示もちょっとそろそろ受けておきたいかな。サイガでしょ、サカイ。ここで何、怪しい奴めって言われた。ここは忍び屋敷に入って、何、津田さんがいないのか、残念だな。津田さんがいないとなるとどうにもならないよな。結局今欲しかったのは秘技が欲しかったので、津田さんのところに入門したかったものの、津田さんがいないのであればあまり意味はないな。忍び足、20日で15巻、今何日残ってる、27日残ってれば、せっかく来たんだ、何もしないで帰るのも微妙ですからね。ちゃんと得るものを得ていきましょう。さあ帰りましょう。ちょうどかな。では表情まで休んで登場します。ちょうど体力回復した。一番無駄がない動きだね。まあ、ただあまりいい成果を出せなかったので。さあではまた意見をして軍備、今回は却下だな。じゃあ軍資金調達にします。という感じで、ちょっと今回はね、一番したかった入門は果たせたものの、中将流の秘技、特に飛び道具が欲しいので、まあ引き続きですね、道場で秘技を超えつつ、より上位の技を取得すべく入門を繰り返して、行きたいかなと思います。でもちろんね、光秀の斎藤家の家中でのポジションも上げていきたいので、そのあたりもね、しっかり動作の命令に応えていけるように頑張っていければいいかなというふうに思います。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。